こんにちは、そっか塾のコブです。いや、実はね、私ね、ガーシーチャンネルの、そのメンバーシップに登録したんですよ。まあ、メンバーシップね、ちょっと入りすぎちゃって、収集がつかないんで、もうこれ以上入らないぞと思ったんですけども、入っちゃいましたね。あの、なんと言いますかね、あの、選挙があったんですけども、まあ、ガーシーにね、比例は入れてみたんですが、まあ、ついでに、あの、1枚目の方ね、これ NHK 党の地元の人に、 投票しましまた渡辺なんとかって人ですけども、投票所に行って初めて名前を知りましたね。こんな人もいたんだ、みたいな感じで。まあ、そのぐらい、今回の選挙ってのは、今までにないような政党が出てきたなと思ってます。というよりも、NHK 党は3年前にもあったんですけども、その時から、ますますね、独特、独自の路線を貫き、同時にこれが、国防に関してものすごくね、強いとこだなと思いました。まずは、国民に対して、 隠してはいけない情報を隠さない政党だと思いましたし、この私たちがいつもね、ディープステートだとか、裏の勢力だとかね、影の政府だとか言ってるものの、まあ、その中身をね、えー、まずは教えてもらえるところではなかろうかと思います。どんなに陰謀論を張り巡らしても、多分ね、この NHK 党の情報発信、それからガーシーの情報暴露にはかなわないと思いますよね。あの、ツイッターではね、Z リーさんっていう方もいらっしゃるんですけども、まあ、私たちのね、目に触れないような、 頭に浮かばないような情報をどん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 流してくれて、つまりはこれが社会の仕組みなんだなと思ってます。私たちは社会の仕組みですよっていうふうに創作されたファンタジーをですね、社会の仕組みだと思ってましたけども、完全に操作されてるわけですよ。まあ情報を私も扱ってビジネスにしてもう10年以上経ちますけども、その情報を通と自負する私でもね、 いや、ここまでは見通せないなと。さすがにその立場にいなければわからないことだよねっていうのが、だいぶ見えてきましたね。で、私の断片的な情報と、立花隆さんや、ガーシーさんや、Z リーさんの情報を組み合わせると、やっぱりな、こういうことだったのか、みたいに、こう、点と点が線で繋がり、その線が面になって立体になっていくような状況体でございます。まあ、ですんでね、メンバーシップといって、 一部特定の方にしか出せない情報ならそれももらっておきましょうっていう形で今回メンバーシップに入ったわけですよね。この上ですね、このガーシーさんが政治をするとはまあ思いませんけども、当選して NHK 党の意識ある職員さんが政治家になればですね、またさらに私たちに届けられる情報っていうのが正確さを増してくるんではなかろうかと思います。自民党はね、強い政党ですよ。 確かに大きくなりすぎて世界的にも影響がある政治団体です。国政政党です。まあですんで、公にできないこともあるんですよね。影響力強いから。だからそういうのは、弱小政党、少数政党からなんとなく発信していただければバランス取れるんじゃないかなと思いますね。そういった意味では自民党が表にあって、そしてそのそばに、まあ連立するかどうかわかりませんけども、NHK 党があって、 えー、バンバンと、こう、極意情報をね、打ってくるっていうのはなかなかいいバランスだと思いますよね。まあ、公明党はちょっとね、全然ダメっていうかね、うん、な、何のためにいるのか、ちょっと全然わからないような政党ですよね。あれ、何をやってるんですかね、公明党さんっていうのはね。<laughs> なんか、立ち上がりはものすごく、うん、意識の高いところを目指していたはずなんですけど、今は、権力を維持するのがやっとみたいになっちゃって、ちょっと格好悪くなっちゃいましたね。 うん、あの総合学会の方の支援も、どちらかというと、なんかその、虚しいと言いますかね。公明党は総合学会の意思とは全く別の方に行っちゃってますんで、うん、これは、うん、もったいないなと思いますよね。せっかくの公明党という政党だったのになぁと思いますね。はい。まあ、ちょっと話が長くなりそうなんで、この辺で終わりますけども、まあ、ガーシーチャンネルに私は参加したよってことをね、ただ、なんとなくつぶやきたくて <laughs> 動画にしてみたってことでございます。はい。ここまでご覧いただきまして、ありがとうございました。いってらっしゃい。